はい。はい。というわけで今日はですね、新見市の、昔ながらのね街並みが残るエリアにやってきました。こんな感じで本当に白壁の、街並みでございます。ちょっとね、今日はこちらの方にお邪魔してるわけですけども、気になるお店ご紹介します。本当にこの辺昔ながらの商店街というかお店屋さんが多いですね。こんな感じ でこちら側にもね、レトロな感じのお店が多いです。はい、まあ、なんか昔ながらの、お店、精肉店かな、いい味してますね。この辺はね、飲食店が多いエリアですね。新見駅から JR 新見駅からどれぐらいかな、5分10分ぐらいの距離です。本当にここが昔の旧道だったのかな。今日はね、この近くにあるもうすぐそこなんですけども、お店にお伺いしようかなと思います。新見といえばいう感じのお店なんですけども、やってんのかな。カレー屋さんタイムってのがあるんですけども、今日はねお休みということで、でもですね、実はねもう1店舗ね近くにあるということで、ちょっとそっちの方に行ってみようかなと思います。2店舗あるっていうわけなんですね。はい、新見インターを過ぎて、これをねずっとね新郷とか、まあ、新見千屋温泉の方向に向けてずっと歩いてたら、このガソリンスタンドのね、ガソリンスタンドの横にあるお店、インター店ですね、こちら。ちょっとこちらですね、今日は。はい、早速入っていきましょう。
はい、エビラーです。以上でよろしいですか。やっぱあの向こうのお店とメニューとか違ったりするんですか？南部さんも違います。メニューの内容も違います。ああ、そうなんですか。はい、うーん、一応私が作った関係で。ああ、向こうも、はい、そうなんですか。まあ、お好きな方で召し上がってみてください。ああ、なるほど、ありがとうございます。失礼します。よし、いうわけで、ごちそうさまでした。とってもね、いいお店でございます。なんか普通のカレーとちょっとやっぱ違うのかな。あの普通の辛さっていうか、まあ普通レベルにしたんですけども、結構なんか甘めというか、で多分これを揚げてったらその甘さもなくなるのかなっていう。でこちらインター店なんですけども、あの本店というか向こうの方にもあの今日閉まってましたけどあるので、若干メニューの内容も違ってたりとか、まあそれぞれの良さがあるということですけど、ぜひあの皆さん両方ともね行ってみてください。というわけでありがとうございました。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。